まあ出せたな。なんだって？アリケンのクリエイターサポートのコードが知りたい？しょうがねえな、教えてやるぜ。俺のクリエイターサポートは ARIKEN。アリケンだ。N は1個。ARKEIR なんて言ってかわかんねえな。さあ、君たちで復唱してみてくれ。大正解。それが俺のクリエイターコードだぞ。ぜひぜひ登録していろんなアイテム買えよな。それじゃあ動画へレッツラゴー。撃たれてるぞワイルドホーク。さあここはジョーザがワイルドホークを追っかけていく。ジョーザワイルドホークを一切れ。さあファンボーイが横で見ている。これには気づいてるか。しかし持っているのが、さあショットガンなしで喧嘩を売りに行く。さあこの強気な姿勢、クラッシュパッドもあるので入り込める。一度ジャンプをしてから入って安定性を求めているが、この金のハンドガンでどこまで戦えるか。ハンドガンで沈めていきたい。さあ横から出てくるところ、ハンドガン一丁で倒していく。ショットガンなんていらないんだ、むしろハンドガンの方が強そうだ。さあさあストームのダメージは食らっているが、さあ人間から受けているダメージはない。ここは張り替えて、うーわー、 S サーズのエームがいい。圧倒的ゲームスキルを見せつけた。さあ5キルしてるよこのプレイヤー、強っ。さあ横から入ってきた敵もクジャクだったが、そんなものお構いなし、全部の弾を当てれば勝てるんですと。ショットガンダサルトライフルでダメージ削り取っていった。一番上にいるのは S さんか。さあ下に降りてミヤボ撃破、7キル目回復ができる。さあサメが来て、さあ建材を全部壊されてしまった。さあ柱一本返して、ここは打ち合い。さあ柱一本さあ建築がなかったのか、柱一本お互い隠れながら倒した。1位を仕留めたシンキーフィッシュ。真下削りたい。さあジャイモンも回復は完了した。さあクラッシュパッドで入ってきて、うわーうめえさあハンドガン打ってダメージ出る。さあハルキューさんの HP 削っていく。ワンボックス入り込み、あーうまい、振り向いてしっかり MC 倒していく。さあ入り込んで、ここは現在1位のアルベド、リズアートが倒していく。なんかすごいアサルトライフルの AME いい人かと思った、ウエルリさんだ。さあアサルトライフル持ってたら、さあここは入り込んでゴリ押しして、さあ倒す。さあナイトルの対面の敵を倒して、さあナイトルもこれは倒していくのか。さあアサルトライフルでナイトルの HP 削って、さあナイトル回復していくが HP が少なすぎる。ダメージいっぱい出したと。さあ詰めていく、クラッシュパッドを2個使ってナイトルを上から殺し切っていく。うますぎる、アンチダメージで削ってしまった。さあ光オロチが来る瞬間、ここはさあリザートカウンター決めて光オロチを倒す、ナイスキル。さあアルベドさんはどこに降りてんの。さあシャ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 、さあもう気合入ってますね、アルベドさんだいぶ気合入ってますよこれ。シャ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 、いいですね。でもすごいですよ、もうこれ準備運動ですよ、これ準備運動。さあアルベドさん、おいちねおいちね、さあ準備運動ファン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 やっていきます。あーすごいですよワイルドオーク、これはもうすごい、もう気合入ってますね。やっぱり今日はもう通っちゃいけないとこ通ってますね、ワイルドオーク。あーびっくりした、削られていった。さあワンボックス入り込んでやり合っている。さあここは腰打ちゴリ押しで、うわうまっ、はさあチャージショットガンでやっていった。さあリズアートとナイトルが戦っている。さあはず、さあ一応壁を壊して詰めていきたいんですが、ナイトルの張り替え力強いですね。なかなか壁がさもらえない。さあナイトル詰めてくるところしっかり壁で、さあガードしました、うまい今の判断。さあここもナイトルの怖さなんだこの駆け引き。さあこのワンボックス間で行われているこの駆け引き熱すぎる。さあナイトル大ダメージ、さあリザートダメージ取ったので、ここはゴリゴリ詰めていきたいが、なかなか壁が張り替えられない。さあ一発撃っていく、さあ自分の壁にして、ナイトルここはショックウェブグレネーズ荒らしに行った。さあそのままショックウェブグレネーズで遥か彼方に逃げていくナイトル。リザート、さあ追いつけるアイテムがありません。さあリザートの周りも敵がたくさんいるぞ。さあいい武器になってる、めっちゃ武器増えてない、なんかさあしかもカードキーかっさら、これはあれだね、あれだね、ナイトルが落としたカードキー持ってきたね、そのまま。さあしかしワンボックス
さあここで CEL4EX 倒していく。リザートうまい。さあそして前に敵いっぱいいるんで、開けたら敵が寄ってくるぞ。うまいね、うまかったね今のね。さあリザートここは開けるがまだ取りません。さあ取りに来る敵を倒そうとします。しかしさあ目の前やってきた敵を、さあすごいですね、目の前の敵がもうギャ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 、どういう状況なんですかねこれね。もうすごいですね、すげえ喜んでる。そこも画面もすごいですねこの人、ガーバギャバしてますねこれすごい状況だが、リザート一発51当てて、さあ入り込んでダメージユリア取っているが、さあこれはどうなる。さあワンボックス、さあクラッシュパッドであさられて、さあリザートもおかしくなっちゃった。さあガバガバし始めたが、さあ目の前 S が突っ込んでくる。さあリザートしっかりケアしながら、さあ戦っているぞ。あれだね、しんどくなりそうだね。さあリザート周りに敵がいないことを見るやいないや、はい、びっくりした。今もう世界一分かったんで俺を映してほしい。オーケーオーケー、びっくりした、うん、どこ、ボブどこ。あ、終盤らへんなんで、終盤別に誰でも大丈夫です。オーケー、え、最後終盤、終盤やばい、終盤マジやばかった、終盤やばいのね。オーケー、やばかったし、オーケー。さあボブ君が、さあ直談判来ましたね。リザートここは出た瞬間敵がいるので、さあクラッシュパッドで、あーにあーやばい、危ない危ない危ない。さあここは SS がさあ攻めに来る。82ダメージ出している。さあ睨み合っている。さあ左に塗るのはもう分かっている。クラッシュパッド使って一瞬で逃げていきたー。ちょっとなんかお互いクラッシュパッドに邪魔されるが、リザートここは逃げれている。さあ目の前に優勢がいるが、ここは後ろからうますぎ、逃さない。アサルトライフルで、アサルトライフルの腰打ちもしっかりやって、さあスラーフィッシュ2個獲得、これ美味しい。さあ目の前入り込んで、さあリザートがいるが、ここは無理やり逃げる。さあリザートと対決になりそうだったが、しっかり逃げている。さあクラッシュパッド落ちていた、これで気づかずに、さあミニポを飲んでしっかり回復していく。下に降りていきます。さあアンチガイの敵倒したいところ、ボブさあ見つけた。アサルトライフルで1キル4キル目、いいですね。アンチガイしっかり見えております。さあボブが下で撃っている敵に対してショットガン当てていく。さあキルが欲しいボブ、さあ上取りに来たルキを倒して、これは戻れるか、回復はもうないぞ。さあクラッシュパッドの使い方うまい、ギリギリ入り込んで戻ってくる。残り4人、リザートが目の前にいた、これは撃ったか倒したか。さあリザートも倒しているボブ、怒涛のキル、残り3人、 HP はリザートで回復できている。さあ残り 1v1、 さあ PHX スイカと戦う。さあグレネードランチャーもゲットできているぞ。さあここは上から、さあしっかり登ってくるのケアしてガードしている。さあチャージショットガン一発当てて有利を取りたい。さあボブこの状態で何を思う。さあショックウェブグレネード一度上に行って、さあもう一発当ててスイカ当たらない。さあここはミスって下に行ってしまったが、ショックウェブグレネード落としてワンボックスで腰打ちショットガン、もう一発134、最後はしっかりヘッドショット。ラスト試合勝っていったのはリドルボブ、ビクトリーロイヤルおめでとうございます。今めちゃくちゃ判断良かったね。一旦下に行っちゃったけど、ショックウェブグレネードを使って上にいる人無理やり落としたね。わざとしていったのかなね、ワンチャン。さあということで FNCS3 週間にまとる長い期間でしたけども、とうとう決着がつきました。それでは最終順位見ていきましょう。結果はこうなりました。え、でもこれは多分ね、いろいろ踏まえて、多分この表記がね、多分一番はこの人だと思う、うん、なんかいろいろ差し引いて、多分こういうなんかね、あったんだよね、何かが多いとこうなるみたいな。順位だっけな、キル数だっけ、キルレだっけ、キルレか、ちょっと見てみようか。平均撃破 1.7、 あ、本当だ、平均撃破かな、多分そうだね、 1.8、 1.7、 1.3 ってなってるんで、多分これ平均撃破だね。平均順位はだってこの人が一番高いからね、だから平均撃破数で多分決まりましたね。それじゃあ皆様3週間お疲れ様でした。 FNCS ね、なんかほとんどあの解説実況していきましたけど、よかったら最後にね、高評価とねチャンネル登録ポチッと押してね、終わっていただけるとありがたいと思います。それじゃあ皆さん3週間お疲れ様でした。 FNCS シーズンファイナルこれにて閉幕、プレイヤーの皆さんもお疲れ様でした。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。せーの、まだな、バイバイ、おつお疲れ様でした。バイバーイ。